市議会議員の川口博史です。今日は、高齢者の支援施策について少し お話をさせていただきます。12月に議会質問をさせていただいて、特に認知症の徘徊の、通報システム、ちょっといなくなったんで、誰か見かけたら連絡くださいとかいう仕組みを福岡市で立ち上げるようになりました。質問の中では福岡市も隣接の市があるんだから、中川町とか春日市とかですね、これやっぱ都市圏でやるべきじゃないかというご提案をしたところ、早速都市圏で広めていきましょうということになりました。私はメールの方にも区別ぐらいで登録できる全市という方もいいんですけれども、したらどうかとも言っているんですが、まずは都市圏でできますことが良かったなと思っております。そしてまた昨今ではお年寄りが悪質な売り込みとかにですね、引っかかるケースもあります。後見人制度をしっかりと宣伝して充実させたいと思いますし、特に市の消費者の相談センター、これがまだ認知がないので、しっかりとここで対応できるようにちょっと遅れを取っているんじゃないかなと思っておりますので、しっかりとそういったところを強化するようにお年寄りに認知していただいて、守っていけるようにやっていきたいなと思います。そしてまた今お年寄りが介護の方では包括支援センターというのがあります。お年寄りのいろんな健康づくりも含めていろんな助言やお手伝いをするのに、校区ではちょっと荷が重いし、区は大きすぎるのかな、そういった意味では、包括支援センターのエリア、私が住んでいる博多区では4つか5つのエリアに分けてですね、支援をしておりますが、そういった中で、元気な方への情報提供や、また介護が必要とする方、その中にも元気な方もおられると思いますし、症状も様々と思います。そういったまた元気を取り戻す、またその障害以外は元気なんだという方の健康づくりの提案や、地域で歩いたり運動したり、そして地域の中で文化行事したり、そういった仕組みが構築できないかなと思います。そういった取り組みをですね、ぜひ今年度元気でずっと暮らせるようなですね、ことを観点に、病気をしても長く付き合ってできたら解放に迎える、それをみんなで支える、そういった仕組みを考えて提案していきたいと思います。